はい、皆さんこんにちは。キックスラップのしんです。いつもインスタグラム、ツイッター、コメント欄での応援メッセージありがとうございます。励みになりますので、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日の内容なんですけれども、いよいよキックスラップよりクリーニングワイプスがリリースされました。ありがとうございます。もうね、画面越しでもう皆さんの待ってましたっていう声がね、本当に聞こえてくるようですけれども、本日はこちらにあります。見てくださいよ。このがっつりもうね、泥まみれにしてきました。このエアジョーダン1のハイパーロイヤル、こちらを使ってですね、クリーニングワイプスで綺麗にしながら説明をしていきたいと思います。それではまず簡単にワイプスの作りと機能面について説明をしていきたいと思います。はい、それではですね、中身を詳しく見ていきたいと思います。今回もですね、パッケージかなり高級感のある仕様で仕上がりました。見てください、この洗練されたパッケージ。はい、このようになっております。1箱12本入りと大容量になっております。早速ね、開けていきましょう。びっしり。はい、ではこちらを1つ取り出して、このようにね、小包装になっておりますので、持ち運びにも大変便利ですね。では中をね、見ていきましょう。さっと。はいはい、実はこちらがキックスラップのクリーニングワイプスの特徴でもあります。表面にはドットラバーがついており、主にミッドソールなどにつく黒ずみなどのしつこい汚れに適しております。近くで見るとね、このザラザラしてるのがよくわかると思います。そして裏面は何もついていないプレーンサイド。このプレーンサイドは主にレザーアッパーの汚れ落としなどに使えます。ただしスウェードやヌバックには適しておりませんので、対応したスニーカーにお使いいただければ幸いです。また耐久性なんですけれども、こちら音聞いてみてください。聞こえますか？このピンと張る音、かなり頑丈で、このように指を入れて強くこすっても破けることはなさそうです。しかし1点注意していただきたい点がございまして、スウェードとかヌバックのような起毛素材には使えませんので、あらかじめですね、ご了承ください。それでは早速こちらにあります AJ1 を使いまして綺麗にしていきたいと思います。百聞は一見にしかず。ではやってみましょう。はい、ということでね、こちらの AJ1、はい、見てください。この泥の感じ、これだけ汚すとさすがに後ろめたいったりありゃしない。もうね、泥つけすぎて、もう本当に泥の塊みたいなのがちょこちょこついてるんで、まあ、このクリーニングワイプスの真髄をここで見せてもらいたいなと思います。じゃあまずは、こちらのミッドソールからですね。ミッドソールの部分、正直すっごい汚したんで、こちらのドットラバーの方ですね、こちらを使ってゴシゴシとこすっていきたいと思います。さあ、どれぐらい落ちるのか。うわ、すごいね。ちょっと待ってね、汚しすぎたかもしれない。ただこのようにね、こうやって指に巻きつけてこすってもらっても全然大丈夫です。ただやっぱこれ使ってて思うのが、多分普通のワイプスとかってこのドットラバーついてないと思うんですけど、これがあることによって、例えばこの泥汚れ、多分普通のワイプスだったら泥がね、伸びちゃうと思うんですよね。水分を吸った泥ってほら、ちょっと液体っぽくなったりするので、拭くとね、ベローンって伸びたりするんですけど、これちょっと見てくださいよ、ミッドソール。全然なんか泥が伸びたりとかっていうこともなく、しっかりとね、ほらこのドットラバーの部分がね、ちゃんと絡め取ってくれてるのがお分かりいただけると思うんですよね。逆にこの綺麗な部分とかを、汚れを伸ばしちゃって汚すようなこともね、なさそうです。はい、素晴らしい。もうすごい、ほらバッチリ落ちてくれました。じゃあ次、このままこれを使っていきます。これの裏面ですね。ちょっともう汚れがね透けちゃってて、どっちが表かどっちが裏か分かりづらいと思うんですけど、こっちがね裏面のプレーンですね、ツルツルの方、こちらでアッパーを拭いていきたいと思います。さあ、どの程度落ちるのかな。おお、すごいすごいです。はい、この今トゥーの部分拭きましたけど、ワイプスに染み込んでる溶剤のせいでこうちょっとね艶っぽく見えるんですけれども、かなり落ちてます。はい、じゃ先ほどもちょっと言ったように、まあ、汚れの度合いによってこのアッパーもアッパーの部分もこのねドットラバーの面で拭くことはできるので、ちょっとこっちでやってみようかな。ドットラバーの方でねアッパーを拭いてみたいと思います。いや、うん、すごい落ちるすごい落ちますよこれ。はい、あ、ちょっとね分かりづらいかな、ごめんなさいね。今ここのパネルを拭いたんですけど、すぐ取れました。はい、じゃあこんな感じでねやっていきたいと思います。よいしょ。はい、ということで今ワイプスこれ1枚だけでちょっと頑張ってこすってみました。汚れ落としてみました。まず初めの汚れ具合がだいたい同じぐらいで汚してあるんですけど、こんぐらい汚れてます初め。はい、これをワイプス1枚でどれぐらい綺麗にできるかというと、はい、これだけ綺麗になりました。いや、すごくないですかこの洗浄力、落とし具合。うん、驚きました。正直やっぱりこのワイプス1枚だけなので、どこまで綺麗にできるかなっていう不安は僕もあったんですけれど、こんだけしっかり、しかもこんだけね、こう見ます、めちゃめちゃ絡め取ってくれてますよ。はい、もうすごいです。裏も表もこれだけねしっかりと絡め取ってくれたんで、ピカピカになりました。いや、素晴らしい。はい、というわけで今回のクリーニングワイプスなんですけれども、個包装タイプなのでちょっとした汚れに本当に大活躍かなというふうに思います。今回のこの AJ1 のような泥汚れっていうのは普段の日常生活でねこういう風につくことほぼほぼないと思うんで、今回の僕みたいにこんなに頑張って汚れを落とす必要はないと思います。普通の生活でつく汚れだったらこれ1枚で十分落とせると思うので、ぜひねご期待ください。もちろん街に出かける時とか旅行先、職場とか学校なんかっていう日常的なシーンにもしっかり対応してくれると思うので、カバンとかお財布なんかにねぜひ忍ばせていただくと、いざという時に大活躍してくれるんじゃないかなというふうに思っております。そして2020年10月現在、キックスラップ調べではあるんですけれども、他のメーカーさんのクリーニングワイプスを少し調べさせていただきました。その中で一番安かったのが30本入り2500円プラスタックスというものがあったんですけれども、今回はそちらを例にね上げさせていただきたいと思います。それに対して今回のキックスラップから出ましたクリーニングアイプス、こちらは12本入りで800円プラスタックス、これをそれぞれ1本あたりに換算します。そうすると30本入り2500円プラスタックスの他社さんの方は1本あたりの値段が約83円、そして今回こちらのキックスラップのクリーニングワイプスは1本あたり約66円とコストパフォーマンスにも頑張らせていただきました。やっぱりクリーニングワイプスっていうのはいざという時にすぐその場で使っていただきたいものなので、1つあたりの単価が高いと、ましてや僕が今言ってしまったので余計気になると思うんですけれども、1個あたりの単価が高いとどうしても使いづらいなって思うシーン出てくると思うんですよね。なので今回なるべくコストを安くということで頑張って値段設定をさせていただきました。1本あたり66円頑張ったので、是非ね気になる方は使ってみていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、今回のクリーニングワイプスの紹介動画いかがでしたでしょうか。面白かったよ、参考になったよという方は高評価ボタンのポチ、そしてチャンネル登録と、お邪魔じゃなければベルマークの通知登録も一緒によろしくお願いいたします。 SNS 等は全て概要欄の方に貼っておきますので、是非ねフォローをよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしたいと思います。キックスラップのシンでした。またね。外で使うシーンって多いと思うんですけど、ちゃんとゴミはゴミ箱に。